ク山ヤマノは、日本の診療内科医、特定非営利活動法人、地球のステージの代表理事、岐阜県高山市生まれ、山形大学医学部卒業、在学中よりバックパッカーとして、世界を放浪。医師となった後も、湾岸戦争後のイラク、和平後のカンボジア、内戦下のソマリア、戦時下の旧ユーゴスラビア、独立紛争後の東ティモールなどで、医療救援や、 病院復興に携わる。2009年11月、宮城県名取市に東北国際クリニックを開業。その2階に地球のステージの事務局を置き、活動している。2011年3月11日、東日本大震災で建物やスタッフは残ったため、翌日12日から24時間クリニックを開け続けた。現在、東ティモールとパレスチナ自治区がザチクラバに、 事務所を持ち、国際協力活動を行っている。東ティモールでは、妊産婦新生児保険ガザ地区では、心理社会的ケア、心のケアを行っている。年間200回を超えるコンサートステージ、地球のステージは、全国の学校を中心に広がっており、主に小学校、中学校、高等学校の体育館で世界で起きている出来事、そして、 東日本大震災の現状とその後の復興を伝えている。ありがとうございます。